山口庭園は、スペインナバーラ州パンプローナにある公園。山口公園と表記されることもある。公園内には、山口日本庭園が設置されている。パンプローナ市街地の南東部にあり、バラニャイン通り、ラリオハ通り、アセリア通り、サンチョラミレス通りに囲まれている。面積は、約8万平方メートル。ナバーラ王国。 ハビエル出身のフランシスコ・ザビエルは1549年に日本を訪れており、ス王国の山口でも選挙活動を行った。今日のナバーラ州はザビエルを守護聖人としている。この園により、1980年2月19日には、ナバーラ州の州都パンプローナと日本の山口市が姉妹都市提携を結んでいる。山口公園の敷地北端部には、山口公共図書館がある。 1994年12月には、姉妹都市定型締結15周年を記念して、既存の山口公園内に日本庭園の設置が決定された。この際に日本から派遣された造園技師が設計図の作成から植栽まで携わり、1996年にも造園技師2人が派遣されている。1997年6月には、 佐内真マッサハル山口市長をはじめとする40人の訪問団がパンプローナを訪れ日本庭園の開園式が行われた。2000年5月には姉妹都市定刑締結20周年を記念して佐内市長などがパンプローナを訪れ山口公園で記念式典や桜の食事を行った。2005年7月には姉妹都市定刑締結25周年を記念して 山口市議会議長などがパンプローナを訪れ山口公園で記念式典や桜の植樹を行った。2016年11月には渡辺住忠山口市長や山口市議会議長などがパンプローナを訪れ山口公園で桜の植樹や恋のぼりの掲揚などを行った。ありがとうございます。